こんにちは、霊夢です。おっす、マリサだぜ。ご無沙汰してます、青子です。ヤマハの定番スクーター、NMAX125 のモデルチェンジが発表されたな。ヤマハの NMAX 公式サイトの特徴紹介はいつになく長く、やる気満々ですね。良きライバル、先にモデルチェンジした PCX との差は縮まったのか？それとも追い越してしまったのか？どれだけ変わったか楽しみですね。この番組は、NMAX を買おうと思っている方、気になっている方、ただなんとなく見ているという方に向けた、バイクライフ情報チャンネルです。それでは、青月電子台、今回もスタートです。では、ゆっくりしていってね。今回の話の種はこんな感じだ。1、デザイン。2、スペック。3、価格。4、ライバル比較表です。ホンダの PCX125 と比較しながら、NMAX を考察していくぜ。では、始めるぜ。デザイン。さて、新型の NMAX ですが、フロントデザインはいかがでした？バカボンのおまわりさん感は減ったな。なんですかそれ。それを言うならソニックじゃないの？ま、どちらも若い子にはわからないと思いますが、今の時代ならスプラトゥーンだな。目が繋がった活かした奴らだな。塗りたくうる、テンタクル。はい、ゲーム話はそこまで。PCX はヘッドライトが大型化していきますが、NMAX は小型化されてきますね。ホンダなんて、そのうちフロント一面ライトになるんじゃないか？言い過ぎです。で、ヘッドライトはこのサイズミニガン6灯の LED が仕込まれてる。フロントカウルも一体ものじゃなくて、いろんな面を組み合わせた形状だな。思わず墨入れしたくなります。先代にはライト下からサイドに向けて切れ込みがあったけど、新型ではなくなってるな。新旧を見分けるポイントですね。リアはどんな感じですか？こっちも活かしてるな。テールライトが繋がってるってことですか？それは忘れて。かっこいいって意味だ。ストップランプは LED ですが、ウインカーは豆球みたいですね。フル LED 化されないのはなぜでしょう？コストの問題だろうな。新型は PCX に追いつけ追い越せだからな。しかし、スクーターのデザインって難しいよな。なんですかいきなり。SS とかオフ車はさ、デザインはお約束ありきだろ？うんうん。だから、定番デザインがあって、そこから盛ったり崩したり、アイデアも出しやすいと思うんだよ。ウィングとか、くちばしとか、イケイライトとかですね。でもスクーターって自由度がありすぎて、メーカーの人もデザインで苦労してるんだろうなって感じる。そこはメーカーの腕の見せ所ですね。XADV のようなオフスクーターも出たことだし、次は SS 風、ネイキッド風スクーターも見てみたいぜ。SS 風といえば、シグナス X ですかね。ネイキッド風は想像できませんが。カラーリングは渋いですね。NMAX シリーズは選べる色が豊富ってイメージだったけど、国内は4色展開だな。先代モデルと同じような配色で、落ち着いたカラーだ。ボディカラーのバリエーションは、PCX の方が豊富ですね。それ、霊夢カラーの赤があるってだけじゃないのか？あと、カラーといえばブロンズホイールが渋いです。スルーしたな。確かに、ヤマハはホイールカラーがカラフルなイメージがある。ブルーやオレンジとかありましたね。ま、おしゃれは足元からだしな。さすがデザインのヤマハです。スペック。じゃ、中身を見ていくか。エンジン。基本設計は SOHC4 バルブ水冷単気筒だぜ。PCX も同じですね。だな。で、NMAX の大きな変更点は2つだ。まずはエンジンが最新の排ガス規制に対応したぜ。なんでわかるの？仕様の認定形式を見たらわかるぜ。PCX は 2DJ だから平成28年規制対応。NMAX は 8DJ で令和2年規制対応だ。あら、PCX は最新規制に見たようなんですね。これには裏がありそうだが、いろいろと邪推してしまうぜ。二つ目はヤマハの 125cc クラスでは初搭載、トラクションコントロール採用だな。これは、溢れるパワーを効率よく制御するってわけじゃなくて、濡れた路面や未舗装路での発進性と走行性を確保するためだな。ふむふむ。あとは、VVT 可変バルブ機構の採用かな。先代も搭載してましたね。メカ好きとしては、このサイズのエンジンに VVT まで搭載してきたことに 100億% 野望を感じるぜ。そそるぜこれは。男塾ですね。読みすぎだ。ドクターストーンでした。馬力とトルクは、微妙に変更されてるな。馬力は先代と変わらないが、最大発生回転数はアップしてる。トルクは 0.1 下がったが、最大発生域は低回転化したぜ。なんででしょう。排ガス規制対応の影響だと思うぞ。規制で失ったパワーを取り戻すために、回転数をアップするパターンをよく見かけるからな。ちなみに、NMAX は PCX より低い回転数で最大馬力、トルクを発生させてる。スタートダッシュは NMAX、最高速は PCX みたいな感じですか？まあ、そんなイメージだな。フレームサスペンション。フレームは新設計だな。
NMAX はスポーツ系のイメージで売り出してるけど、新型はさらに運動性と実用性のバランスを取り直したって話だ。うんうん。リアサスにも手が入って、2段階のイニシャル調整機能が採用された。2人乗りや荷物を乗せる際に使えそうですね。ちなみに PCX もフレーム刷新してる。リアサスには調整機能はないけど、乗り味は良くなっているって話だぜ。電子制御と便利装備。NMAX も PCX も、トラクションコントロールとアイドリングストップを装備してるぜ。めっちゃ便利なキーレスエントリーシステムは？もちろんついてるぜ。リモコンでハンドルロックの解除と、シートとフューエルリッドの施錠解除ができる。キーを持ってるだけでいいってのは最高です。ここまでは同じだけど、PCX についてるアンサーバック機能が NMAX にはついてない。残念。その代わり、なんかあるんですね。NMAX には専用アプリ、ヤマハモーターサイクルコネクトがある。ほほう。こいつはスマホで車両状況や停車位置が確認できるアプリだ。すごい。でもこれって、バイクに GPS と通信機能を積んでるってこと？毎月の通信料が発生したりしません。しないぜ。バイク本体には GPS も SIM も入ってない。近距離通信でバイクとスマホが情報交換したり、ライダーが離れたら駐車したとみなして位置を記録する仕組みだな。よかった。余計な出費はなしですね。あと便利だと思ったのは、スマホとメーターが連携するところだ。SNS 通知、通話着信、電池残量などの情報をメーターにアイコン表示してくれる。いいね。ちなみに、スマホと連携するとバイクの時計を自動調整してくれるから、時間を人力補正する必要がない。時刻合わせって意外と手間ですからね。勝手に合わせてくれるのは便利ですね。目の付けどころがヤマハですね。ただ、まだなんか？ NMAX には USB コネクタが付いてない。あら、DC ソケット用の USB 変換コネクタを買わないといけないってことですか？そうだ、しかし、今回はこのパターン多い。ユニバーサルステイというオプションがある。トップブリッジに取り付けると、スマホステイとしても使えるし。なんと、音叉マーク部分が USB コネクタになる。それなら最初から付けてくれたらいいのに。おっと、心の声が漏れてるぞ。失礼しました。じゃ次からは、サクサクっと細かい部分を比較しながら見ていくぜ。車体サイズ。前後は NMAX のが大きいですね。あとは同じ値です。先代の NMAX と PCX が店頭で並んでるのを見たんだけど。うんうん。NMAX の方がコンパクトに見えたな。PCX はエッジが効いた尖り系デザインだから、低く長く見えるのかも。NMAX の方がスクリーンも立ってるし、塊感がありますからね。シート高。NMAX のが PCX より1ミリ高い。ここまでに通ってくるとはびっくりですね。偶然かな？ま、ライバル車があっての値だからな。スクーターの着座位置は SS やネイキッドに比べたら幅があるし、シート形状次第も変わるから、座ってみないと何とも言えませんね。NMAX の方がシートの絞りが効いてるように見えるから、足つきは良さそうだ。PCX はボリュームがあって座り心地が期待できそうです。その分絞りは少ないかな。車重。絶妙だ、NMAX のが1キロ軽いぜ。これも仕組まれた感じですか？バイクを買う前にまず調べるのはカタログ情報だからな。ライバル車に数値的な差をつけるのはセオリーだ。PCX より軽くしてきたところにヤマハの意地を感じます。燃費。さ、このクラスでは一番重視される部分だが、NMAX がリッターあたり 0.5 キロ負けてますね。このクラスの燃費については、ホンダは素晴らしい。ちなみに、NMAX の方が1キロ軽いけど、0.5 キロの差が出るんですね。これは誤差レベルじゃないの？燃費ってどうやって計測してるの？車の場合だけど、車体をローラーに乗せて測るぜ。そこに人が乗り込んで、アクセルを踏むの？そこまで書いてないからわからないが。もし人が乗り込んでアクセル操作するなら、操作次第で変わりますよね。じゃ、燃費警察を呼ばなくても OK ですね。お、優しいな霊夢。ホンダの肩を持つと思ってたけど。時代はチームジャパンよ。では、NMAX と PCX の航続可能距離は、こちらだ。NMAX は？46.9kg×7.1L で、332.99kg。PCX は？47.4kg×8.1L で、383.94kg。結構差が出ましたね。PCX の方が、約 50kg 長く走る。でも、実際の燃費はあなた次第。足回り。フロントは整列フォーク、リアは2本サスだな。NMAX も PCX も同じですね。でも NMAX のリアはイニシアル調整ができるんですよね。ヤマハの125クラスだと、シグナス X が調整できたから強要かもな。確か NMAX とシグナスは兄弟車でしたからね。俺は片目仕様でキビキビ走るぜ。ブレーキ関連。両車とも前後ディスクブレーキだ。PCX はフロント2ポットでリア1ポットだ。ローター系は前後 220mm、ABS は装備は前のみ。NMAX は前後1ポットで ABS は前後制御の2チャンネルだ。ローター系は 230mm だ。微妙な設定ですね。どちらの方がよく効くのかな？
にチャンネル ABS の方が制動力を効率よく発生させそうな気がする。人が加減するより機械が制御する方が効果的だと思うな。シートした容量、 PCX は30リットル、 NMAX は23リットルだな。大きいに越したことはありませんが、ヘルメットが入れば問題なしです。入るんだけど、入れ方がな。 NMAX はヘルメットをひっくり返して入れるんだよ。ヤマハはこのパターンが結構多い。ヘルメットのてっぺんが傷つきそうですね。気になる人はなんか敷いた方がいいかもな。メットインの中には USB、DC コネクタはついてないぜ。トップケース容量、 PCX は35リットルでスマートキーレンドあり、 NMAX は30と39リットルから選べて、連動はなしだな。キーレンドは便利だけどお値段がちょっとだな。 PCX のキーレンドタイプは41,800円だ。 NMAX の30リットルは9,900円だ。あ、でも、NMAX はキャリア別売りだから注意な。さて、細かい部分の比較はこんなところだな。さてお次は、気になる価格比較だぜ。3、価格。さあ、これだけ変わっておいくらなのか？ま、最初に話してますけどね。先代は？375,500円です。新型は？368,500円です。10,000円の値上げですね。先代と比べればかなり装備が充実して、PCX にかなり近づいてる。これだけ盛り込んでこの差額ってのは、ヤマハとしては攻めた金額じゃないのかな？では、PCX との価格差は？10,000円だ。先代 NMAX と PCX は同じ価格だったからな。ここまで価格も仕様も似てくると、決め手はデザインですよね。そうなるか。でも、スクーターのデザインは。それじゃ、次のモデルチェンジではどんな機能変更が入ると思いますか？やっぱり、EV 化じゃないのか？国内二輪車4メーカーは、電動二輪車の交換式バッテリーの相互利用の標準化で合意したって話だし、最初に動くメーカーがどこになるか、楽しみだな。ついこないだ、三輪電動自転車を発売したメーカーだったりして。川崎のことかぁ。4、ライバル比較。最後はライバル車比較用だ。ヤマハ、ホンダ、スズキの125小型二輪で比較してみたぜ。おまけは取りして、スウィッシュ、シグナス X だぜ。はい、比較表ドン。表内の赤いセル部分は数値が一番良いところですね。こうしてみると、やっぱり PCX は偉大なバイクですね。だな。NMAX は、先代で不要だった足回りの見直しを実施し、官能評価を高める改良を加えてきた。あとは実車を眺めて、乗り比べてみて、自分に合ったバイクを選んでくれ。さ、霊夢の乗りたいバイクは決まったか？もちろん NMAX ですよ。ライバルの動向には目を光らせておかないとね。ホンダにない、シグナス X の MotoGP エディションも捨てがたいですけど。今のところ、スクーターでレプリカ販売してるのはヤマハだけだからな。では、ざっとこんな感じだな。というわけで、商売上手なヤマハの新型、NMAX の考察でした。今回のお話は、以上になります。こんにちは、青子のバイクニュースのお時間です。皆さん、バイク雑誌って何を読んでますか？俺はもちろん、ヤンマシだぜ。霊夢は？バイブス？絶対嘘だー。すみません。表紙しか見てません。私が今月買ったのは、内外出版社の元ツーリングです。バイクの紹介より、ツーリング情報が盛りだくさんの雑誌です。どんな記事が載ってたんだ？国道25号線、名阪国道の探訪記がありまして。自動車専用道路の方じゃなくて、下道や旧道の方だな。ちょうど先日、ツーリングで走った道だったので、復習のつもりで買いました。参考になりましたか？もちろんです。見逃していた街道やお食事どころの紹介など盛りだくさんの内容でした。雑誌の内容をよく読んでからもう一度走りに行こうと思ってます。走るならソニックのオブジェも忘れずにな。皆さんもお気に入りのツーリングコースがあればコメントくださいね。では今回はこの辺で。それでは See you!